何回も泣いた、うん、後からの水害がね、ダブルパンチ、ほら、これはひどかったわ、うん、俺に早まいった、まったね、うん、やっとね、ちょっと道路も少し良くなって、あれやったがに、ああこれはすごかったわ、うん、うん、ね、うん、国もちゃんと分かってくれとるねっていうのをね、うん、実感してもらわんといけんと思っとるですよ、うん、ね、本日防災大臣とともに豪雨災害の被災地を現場を見させていただきました。こういう短期間のうちに2つの災害が起こる、そしてまたその2つが相互に関連をしているということで、不要災害という意味ではこれから先もこういうことが起こるかもしれませんけれども、こういう非常に絶望の淵におられる方々、心が折れてしまいそうな人たち、そういう方々にもう一度頑張ろうというお気持ちを持っていただくために、知事さん、市長さん、そしてまた議会の皆様方、住民の皆様方、ご意向を受けて政府としてできる限り最大限の支援をしてまいりたいと思っております。その他いろんなご要望を承りました。これは本当に一つ一つ丁寧に迅速に政府として対応してまいります。繰り返しになりますが、なんで自分たちだけがこんな目に遭うんだろうかというような方々であります。本当に政府は自分たちの考えていること、苦しんでいること、悲しんでいること、本当に分かってくれたねということを、速やかにそういう時間を持っていただけるように、これ先政府として対処してまいります。よろしくお願いします。